鶴ヶ城は、美濃国、現在の岐阜県水波市と基地鶴城にあった、日本の城。別名は上平城、国府城、高野城、岐阜県指定史跡。鎌倉時代初期に、源の頼朝に仕えて、功を挙げた、とき光によって築城されたと伝わる。高校は、麓のついた地上を本拠として、とを合したとされ、とき市発祥の地と言われている。 上級三年の上級の欄では、高校の子、時光幸は、幕府方、時光時は、上皇方についたと考えられる。高校の孫、時寄里の代でもついた致死上館を本拠としており、現行四年九月の成中の変の直前には、日之助友が、時館に訪れた。県務の申請の後、時寄里里は、身の国主語となり、本拠地を長森城に移し、 さらに孫の頼康が川出城に移している。時氏が川出城に去った後は、初流の信友氏が入った。天正2年正月6日には、織田信長が明治城救援のため鶴ヶ城に入った。慶長5年の関ヶ原の戦いの後、廃城となったとされる。城は山城で、遺構として、車、土塁、堀切りが残されている。時氏とその一族織田氏家臣、森氏家臣。 ありがとうございます。